大西市長は来年度以降における市政運営の基本計画を策定するため、各地で市民との意見交換会を行っています。昨日、東区の市民たちから質問が相次いだのは本庁舎建て替えについてでした。老朽化してるから建て替えっていうのは行き過ぎじゃないかなと思ったりします。70万市民の命を守る市役所としてはやっぱり安心な建物にしてもらう方がいいかと思っております。これらの意見に対し大西市長は有識者会議で示された耐震不足との理由を強調しました。このほか TSMC の進出について排水の処理を懸念する声も複数上がり、市は水質の監視を徹底していくとしています。